し、再開していくぜ。さて、前回ルナちゃんが闇落ちしてしまったというところですけれども、これ街に戻れんのかい？これ街に入れんの？入れるけど、これ大丈夫なの？あ、一旦別行動を取る。お母さんとかどうすんのよ、それ。嘘でしょ？どうか泣かないで、まだ希望ある。いつかきっと。どういうことなんでしょうか。装備品とか売ってるもの変わってるか。ルナちゃんがいなくなったことについてはまだ誰も何ともかんとも反応がないってことか。そういうことなんです。まだ1日だからか、いなくなって。なるほど。つかステータスリセット1回かけたいなって思ってんだが、レベルが25を超えてしまったがためにリセットできなくなってしまったんですよね。これ今は何も語らずにおきましょうか。そうだね。これ次のが欲しいんだが、次のが欲しいんだが、あれか、なんか隠しアイテム的なので、レシピを手に入れてこないとダメなのかな。とりあえずじゃあ、セーブして、ルナちゃん能力適当に振ってってみるか、どんなのを覚えるのか。まずは剣技行ってみようか。リセット前提、テンペスト。ファーストフィア、サジタリウスの炎。連機60。あ、これが最大なのね。あれ、まだ、なんか覚えてんな。ルミナスチャージ。閃光をまとった魔術。そう。あ、光の属性系ってことか。これは光の剣。はん ?MP9。これ魔法系なの？連機ないってことは魔法、これ、すげえな。隔離用の門。広範囲に大ダメージ与える。連機50。こっちは衝撃波を生む。あ、これでこれが使える。なるほど。威力命中率の高い単体攻撃。こっちは敵の行動影響状態を解除する。行動も、これいいね。この先はすべて生み出した純白な輝き。広範囲に甚大な被害を与える。ははん。広範囲の敵にダメージを与える。連機6で使える割には優秀じゃない？裁きの翼。この先はないのか。なるほど。これで全部か。じゃあ魔法剣見てって、まあ見ましょうか。正常の先は読み。あ、生き返らせる系ね。これ覚えても何もない。これの先は失われた魔力をも回復させる。すげえ。こっちは幻獣の歌。防御力が上がる。攻撃力が上がる。精神力が上がる。攻撃力。敏捷性。全能力が上がる。あ、ただし錬金すげえ使うんだ、これ。なるほど。こっちは技術力が上昇するが防御力が減少する。敏捷性が減少する。攻撃力が上昇するが技術力が下がる。敏捷性が上昇するが攻撃力が下がる。攻撃能力が超強化。ただし物理魔法防御がゼロになる。はあ、なるほど。こっちはクイックスペ、ここら辺同じなのかな。ジャガンスキルを覚えるの、あなた。サイドワインダー。ロイヤルクエスト。デュアルキャスト。魔法術発動時、一定確率で解魔術が連続発動する。はぁ。ファーリングカウンター、シャープネス、ミラージュ、アクセラレーター。なるほどね。デュアルキャスト良さそうだな。あと、耐性系はきっと同じなんだろうな。なるほど。どういう感じで育っていくかだな。まあ、回復系はやっぱり必要だよね。バフ系がどうかってとこだな。意外とこれさ、陣形によっては、微妙な感じだったりすんだよな。これな。範囲が意外と狭いから、今のディフェンダーとかだと、あ、4人パーティーになるわけ。ディフェンダーでも。なるほど。
他になんかスペルシーか。ロイヤルガード。なるほど。フリーフォーム。とりあえずディフェンダーでいいか。したらば真ん中にルナがいた方がいいんじゃねえか。コウの方が一番ダメージ受けるルナ。これ、もしかして。この位置合い。でも範囲で味方の能力バフで上げるんだったらば、ルナ真ん中にいた方がよくね感あんだよな。なるほど。だいたいわかった。じゃあどういう能力上げていこうかっていう話だね。物理っていうか魔法系なんじゃないかなってやっぱ気がするんだよな。ちなみに今あなたは何覚えてんのかいってと、パッシブはアメディテーションとリゼネーションは一つずつあるんだね。なるほど。そこの能力を上げていい気がするんだ。メディテーションとかは。ここは大事だから、メディ。リジェネーションも上げよう。10ぐらいまであっていい。結構上げたけど。あとクイックスペルも必要。あとはデュアルキャストも覚えさせときたいけど、SP 的に厳しいよな。したらば、ここら辺上げるか。治癒力を向上させるとか。瞬時に回復させるとか。これも、あっていいと思うんだな。効果範囲が広がる。これはあれか、範囲回復魔法か。こっちの方がいいか、じゃあ。これもいいね。失われた魔力をも回復させる。これはいい気がする。とはいえ魔法攻撃もないと困るんで、光の剣、こっち系行くか？光の剣行って、広範囲の敵に大ダメージを与える。下の方行くか、ちょっと先に。MP9。いや、メディテーション持ってあげた方がいい気がするな。5まであげちゃうか、メディテーション。メディテーション大事に。とはいえ、そうするとやっぱり SP がない攻撃も多少あった方がいいよねって話になるんだな。範囲攻撃が欲しい。軽く撃てる範囲攻撃が欲しい。これ範囲攻撃なのかな？衝撃波を生むって書いてあるけど。ちょっとどんなスキルか使ってみて判断かな。そんな気はすんな。これも良さそうなんだよね。敵の行動、栄翔状態を解除するっていうの。創生の城。とりあえずこんなもんでスキルセットしようか。ペネトレーター一旦いらない。これにして、光の剣、炎の、治癒、これ、これ、あとなんか覚えさせるのは、ペネトレーター入れとくか。で、パッシブで、クイックスペル入ってるね。あ、あと2個いけんな。なるほど。まあ、耐性系とかを今後使う可能性があるから一旦置いとくか。保存して。とりあえずリスティルの城行ってみようかい？どんなもんか。左右に行けるようになってんのか？あ、っていうかそもそもまっすぐ行けなくなってた。あはぁ、なるほど。ここの敵はどんなもんじゃろうか。フローズン。そんなに強くないな。氷の石。ここで手に入れた仲間を召喚する。
方向で調整していきたいが、あ、範囲攻撃なんだなこれ、いいな。どんぐらいの火力出せるかだな。3、4、嘘でしょ、弱くない。あ、敵が光属性かこれ、敵が光属性だっていうことだな。あ、魔法に対する耐性がめちゃくちゃあんのかな。今のは相性が悪かったということでしょうか。割と軽めに使える範囲攻撃としてはこれ優秀なんじゃないの。いいんだよな。創世の白って一撃必殺技的に言うとこれなのかな。これもっと強く上げてもいい気はする。してきた。おん？宝があるだけ？お、紋章。これあれか、次のリセットアイテムじゃないか？デビルさんリセットしたいんだ。こんな猫さっきまでいたか？あー、地味。強いんだ、地味に。光の剣どんぐらいの火力出んの？ちなみに。はーん、なるほど。ルナが仲間になったことによって、がぜん戦闘が楽になったな。ここで回復使えんの？あなた。ちなみに。あ、使えんな。これは優秀。これは優秀でござんすな。左側何もなかったぞ、しかし。右側は？なんか野党みたいなの、強敵。敵の火力、強それ。えいそう。ああ、やっぱり。行くやつにはそこそこの火力出せるね。つかルナちゃんの防具まともなものにつけてくるの忘れたな。意外と硬いぞこいつ。回復役としてルナ最適格だな、これ。てか真ん中にした方がいいのか、こうバフかけるんだろ。ペネトレイターチ一発決めか。かっこいい。かっこいいじゃないの、それ。わー、危ねー。ギリギリ耐えた。通常攻撃3。ゴミみたいなダメージしか与えられなかったな。MP 足りないな、これ。これに調べられない？どっかでギミックがあるんだろうな、これな。あれ、ここ開いてんな。向こう側開いてたか？こっち側も、あ、開いてたか。行き止まり、ん？違うとこだな、ここ。お？宝がある。いざ、宝がある。なんかスライムみたいな敵いるけど、ちょっと待て。来すぎてる。来すぎてるんで、ちょっとお待ちよ。サンダーブレス。こいつはそんなに強くない。お、なんか変な。ずれたのがいるか。カチ？どっかが開いた。ここが開いた。で？怪しい。いかにも怪しい。これもいかにも怪しい。どうす、あ、お、全部動くんかいこれ。お、ヒントないの、ヒント。右側にヒントらしきやつあんな。なんか適切な形があるんだろうが。ルナ MP 自動回復あるから、これ魔法でガチガチいくのはいいな。今使ってるやつレベル5まで上げていい気がしてきたな。使い勝手いいぞ。
割とこれ使い勝手いい。ここまで上げたったわ。ついでにこれも多少レベル上げつつ、命中率の高い単体攻撃、ここら辺も上げるか。注力向上とか3ぐらいまで上げとくか。バフ系ね、あとね、判断つかん。これはどうなるのが正解なんだろう。3人の間にこうする、違う、こうしてこうするとか、違う、わからん、ヒントがないとわからんな。とりあえずこっち行って、この上の宝を回収しようか。このスライムみたいなやつ、お、新しいボルトだって。これはなかなか良さそうな。強い、敵が強い。本当にこれ範囲でどうやって回復すんの。あ、一気に全民回復してくれんだ。へえ、いいね。 MP が足りねえ。ニューマで、ここは扉があるけど開く。広いな、しかし。あん、象の位置がなんか違いますね。怪しいが、この庭は正しき道を示している。何時もまた正しき道を示すがいいか。この象の位置関係が向こう側にあった象の位置関係となんか関係してるかな。ちょっともうちょい探索するか。レベル5まで上げたことによってどれぐらいの火力出せるかな。ああ、結構いいダメージ出せるね。金塗れた刃。そろそろライデンもお役御免感あるけどね。行動阻害。あー、敵の方が早い。リレイ60ダメージも飛ばせるんだ。結構いいね。なるほど。うわい、どこに敵いた、それ。あー、嘘でしょ、持ってかれた。付け役、メテオドライブ。うわー、また持ってかれた。戦闘終わったら一回行ったりしないかな、これ。生き返る。そうか、ルナンの装備品買ってきた方がいいのか。MP が一気になくなったな。戦闘中使ってる場合じゃないか。うわ、変なロボみたいに出てきた。気候兵、仲間にしたい、仲間にしたいぞ君。全然効かない。後ろのやつだけでも倒す。うわ、痛い。MP 足りんな。この上も宝だったな。なんか変な虎みたいなの。煉獄の炎。お前さんは新しい仲間キャラか。どっかで見た気がする見た目だな、それな。
うわー、範囲攻撃やめて。二人とも手に入れた。サクサク仲間キャラクターが増えていってる。どっかのタイミングで戻って確認だな。そのままにする。これ動かせる？この像。ん？なんだ？今なんかあった？今何かありましたか？今キンってなったっけ？ん？なんだ？あ？端からならいける。どういうことだ？どういうことじゃ？どういうことじゃそれ。どっかと連動してるのか。ふう、お、なんかあるね。天使に見入られし者の道が塞がれる。天使に見入られし者の道。どういうこと？隠し通路がないかどうかを歩きながら探して。敵は片っ端から殲滅やな。これい、隠しはなさそうだな。歩いてみるものの、この上の像が気になるとこだね。しかし敵の種類もこれで全員か。間に合うか、フローズン大使。クイックスペル積んでるとはいえ。ナイスでーす。ここだよな。天使に見入られるしも。あ、ここの像にどうこうする。この竜の周りにどうこうするっていうことか、これもしかして。そういうことかいな。いろいろ試してみるか、これ。なんかカチャッと落としたな。なるほど、こういうことか。どっかで扉が開いた音がしたぞ。どっかで扉が開いた音がしたぞ。これこの扉とか開いたんちゃうの？まだ開いてない。なるほど、もう一箇所開いてないところがあったよね。どこだったっけな。この上か、この上か。ここだな。ここ開いたんか。あれ、ここも開いてない。どっかでカチャって音はしたんだけどね。もう一箇所、あの今の像、もう一箇所どっかにあるんだな。もう一箇所どっかにあるんだな、これな。ルナの MP 回復力異常だな、マジで。ずっと使ってられるぞ。ずーっと使ってられるぞ、これ。もう一箇所どこじゃ？上に戻って、歩きつつ、左側見落としてるとこあったかな？こっち側見落としてるとこあったかしら？あ、なるほど。そういうことか。スッといて開いたわ、ここ。んで？あー、ここにも同じ像があるわけね。オーケーオーケー。じゃあ、これも同じように、やりまーす。よーし、開いたー。これで先に進めるはずだーな。先に進めるはずだーな、これ。ライデン死にそう。防御でいかに行ったの。ふう。
ルナが仲間になかったことによって圧倒的にこの回復能力がめっちゃ助かるな。 MP も歩いてたらすげえ回復するし、敵無限脇なのかい。ここアルトランサーの秘伝種陣形か。スカイマ復活ポイントありがてえな。陣形アルトランサーシャープネスレベル5、直接攻撃に専念する。なるほど、微妙な気はする。隠しがありそうだな、いろいろな。防御力がいかんせんちょっと足りてない感ある。お、こんなところに隠し、歩いてよかった。お、人がいる。ただの敵じゃんですね。わあ、黒玉に攻撃するのやめろい。通常攻撃でもよかった。普通一回戻ってあれだな、ルナの装備品考えてきた方がいい気がすんな。バーサクリン攻撃力が上昇する。なるほど、あそこにも、ここのマップにも隠しがありそうだな。上位のなんかあれが欲しいんだな。上位の合成できる何かが欲しいんだが、ここ歩いてたら見えたり。見えた、やっぱり。やったぜ、2箇所もあったな隠しが。他のとこ歩いてたけど特に見当たらなかったから、ここぐらいなのかな。痛い。闇払い、そこにもある。見えてるよ、見えてるよ。赤の薬草、黄色の薬草、今更感ある。間違えて防御した。防御して正解だったかもしれんが、ペネトレイター。微妙な火力。この敵は何弱点なんじゃろうな。ちーっとここで手に入った仲間の召喚を見てみるか。っていうか今回結構いい時間来てんな。これ一回街に戻って今回ここまでにすっか。次回まあ仲間キャラクターとかちょっと見てどんなもんかっていうのを確認していこうか。まあ性能チェックとかもね、録画外でちょっとしておきますよ。というところで今回ここまでにしましょうか。はい、また次のパートでお会いしましょう。またね。